この卓上コンロで飲み物一杯、好きな飲み物一杯とこのプラスチックあるじゃん、サビス。うん、あるね。あ、ありますね、別だ。あ、本当だ。サキさん、ここなんだろうね。渋いっすね。うん。下町。こう。お食事どころ。なんか劇場でもあったのかな。そんな感じですよね。うん。あ、ありますね、劇場。あ、本当だ。さっきさ。あ、そういうあの大衆演劇みたいな。あ、そうですね。岡山にもあったのはあるね。なくなったんですかね、表町の。ある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 。あるんですか、ね。うん、なんか移動したけど。ね。だって岡山にも鳥。岡山の鳥市。プラスチックもあるんですよ、鳥市。うん、あるね。でもね、漢字じゃないよね。よし。ああ、それ好きっすもんね、岡山。うん。ちょっとまっすぐ行ってみましょうかね。はい、僕何回か西成とかこういうとこ来たんですけど、うん、さっきの大通りの商店街曲がってきたんです。ここの通り初めてですね。なかなか多分裏路地的な感じの、うん、そうマージャンもあります。すごい年季が入った、うん、ねえ、すごいよこれ。なん小売店ね、卸。ここは何知れない。もうここも初めてだな、ここも初めて。ここはどこっすか、なんていうとこ。第三地一瞬では僕たこ焼き屋かなと思ったんですけど、もう普通に居酒屋ですね。たこ焼きとか、まあ、たこ焼きが多分メインなんですけど、瓶ってバーガーでハンバーグですか。そうそうそう、まあちょっと変わった感じだけど、うん、で、チューハイも300円で、まあ、センベロセットこれがね、1000円でドリンク2杯だ。ドリンク2杯で1000円じゃないですか、普通は。で、なんかウインナーと唐揚げ来るでしょ、うん、こんなだけ締めでも切ってもいいですね。ここは何時までですか。ここ3時までですよね。3時まで。これウインナーの唐揚げです。ウインナーの唐揚げにうずらが入ってる、うずらウインナーの唐揚げですかね、とエビの塩焼き2本と枝豆が入ってます。これで何飲めます。1000円。倉敷じゃあこれでは1000円飲めない。倉敷じゃあこれ2000円します。はい、ウインナーのうずら揚げからいきます。あ、そういう感じなんだ。もう爪楊枝ね。はい、スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。
フォローよろしくお願いします。飲み物一杯とお肉で1000円。それ頼んでもいいですか、はい、今日。うん、美味しい。で、たまたま今日ね、僕らここ座って奥に焼肉セットが今日から販売なんかちょっと分からないんですけど、今ちょっと写真撮っていって、いろんなちょっとね一人焼肉のセットがついて、コンロも セットで1000円っていうのが、あ、どうぞいいです、はい、この卓上コンロで今日からですかね、こう今日からこの一人焼肉セット、もう結構お腹いっぱいでもね食べれるっていうぐらいの焼肉の量で1000円のセットがあります。おー、飲み物一杯と聞きました、聞きました。飲み物一杯これだけで1000円超えますよ普通に、ね、で飲み物一杯、好きな飲み物一杯とこの、まあ、ホルモンとか普通の牛肉、鶏肉、赤ウインナー4種類が入ってまして、これで1000円。あ、着きました、はい、なんとね、たこ焼きなのに焼肉がある。こっち赤ウインナー、これだってこれ結構言いにくっすよ普通に、うん、これがせせりかな、いいですね、うん、これはハラミっぽいですね、これホルモン、このね、赤ウインナーってあまり食べることないですよね普段、うん、なんかお店で見るけどね、スーパーの一番上の段ぐらいに。でもこれマジで安いよ、これで1000円って、ね、でドリンク、まずこれが400円とするでしょ、うん、肉とか1000円としますか、完全に。おお、いただきます。タレと塩とレモン、はい、最高っす。これが第3種のたこ焼きでございます。わ、僕が大好きなトロフワ、いただきます。スイッチ大丈夫ですか。今まで食ったタコで一番美味しい。てかやっぱねカリッとして中がジュワーとして火傷するぐらいでいけます。僕もそういうの好きなんですよ。レモンチューナーお返ししました。さっきたこ焼き食べたんですけど、たこ焼きの調子、はい、まずねちょっとタレなしでちょっとねタレついてるんでいきましょう。タレつけますね。あ、塩、下分塩で。いい感じしますね。ま、待って、どうですか普通に
岡山の焼肉屋より普通に美味しいですか。おお、いい。あ、ハラミうまいよ、普通に。ちょっとホルモンがあ、ね、いい感じで、うん、もうちょっとホルモンやって、これまずせせりいきますね。はい、鶏のせせり、せせり塩でいきます。レスキー赤ウインナー、ホルモンいきましょう。ホルモンでタレで、ね、焼肉ってそれは神戸牛とか食べれば美味しいですけど、値段じゃないですか。値段と味がどう比例するかってやっぱ大事だと思うんですよ。これ1000円で考えて、家でこの部位5種類を家で食べるんですよ。1000円絶対超えますから。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。